ね埼玉州しますな。さあ、アナゴユリアン VS バナオリュウ。あの、アナゴさんが復活してきた時には、あの、バナオリュウはもうあんまりサードやってなかったんじゃねえかなということで、久々の対戦ありそうです。多分アナゴさんが戻ってきたタイミングとちょっと噛み合わない気がするんだよな。チラシ、タックル。ワンブロ昇竜。吹っ飛ばしている。ラップ。竜巻を落として、あ、後ろ投げは分かんないよこれ。ここは2回ブロっている。まあ難しいとこですね。後ろ投げからでスタンチがまだ足りなかったので、もうちょっと稼いでおかないと電磁にはちょっと行きにくい状況。かっこ国を除くって感じですね。これはそう、タッチでも入ります。ドアコッパ昇竜、ユリヤマ背高くてあの昇竜がつながります。だー、大足に昇竜拳。ここでしっかりコンボ決めて、竜巻フロアテ当たらずとも画面中央に逃げれるので OK。 最後はタッチチューパン。足元殴りましたね今ね、昇竜拳で。さあ1-1で大足、ま、さあ前下でしっかりケアして、これは笠原伝人しっかりでんでんでん7ヒット裏回りで最速で逃げていく。ここはヘッドで浮いてたか。さあタックルエイジス、今度は中エイジス、画面端押し込んでいく。これは肘、いい選択肢だが、ギリたまらなかった。あー、これはだー、飛びにタックル引っかかってスーパーキャーン。